第1問ですね。個人的にはこれは、まあ、なんだろうな、舐めてかかることはできない問題かなというように思います。で、数年前に千葉医で、千葉の医学部で、入医大を見たことがありまして、まあ、似たような問題はたくさんあるんですが、まあ、そっちの方が難しかったですけどね、これも十分ちょっと煩わしいので、まあ、しっかり、取っていくことが、まあ、侮らなければできると思います。でも優しくもないのかなと思いますので、気をつけていただきたいと思うんですが、まず最初にですね、直方体、書きます。真ん中の図をご覧ください。ここで、まあ、とりあえず記号を振ったんですね。O、P、Q、R と。で、長さ、横の長さが A で、縦の長さが B。まあ、奥に伸びていく点辺ですね。で、高さが C と。いうふうに考えてやった場合、今 B を軸として回転してますから、で、上の図ご覧いただきたいんですが、これは回転させると、まあ、OPQR があって、で、回転軸は OQ になりますね。一番でかい輪っかのところが。で、内側のところが、まあ、これ OP っていうのを書きましたけどね。まあ、こういう形になると。で、まあ、これを、とりあえずこれを横から見て回転させて、で、それを、縦方向、つまり B の高さだけ、B の幅だけかけてやれば、それは体積になるということですね。まあ、これは、四分円 OQ、Q ダッシュのところは、これは体積じゃない、面積は4分の π かける半径の2乗、A 2乗プラス C 2乗ですね。で、OPQ と OQ ダッシュ、R ダッシュのところは、これ三角形で形同じですから、2つ合わせると長方形になりまして、AC になると。で、これ両方足してやれば面積が出てくると。で、体積に関しては先ほど申し上げました通り B をかけてやれば問題ないということですね。で、2番目なんですが、条件がついています。A プラス B プラス C イコール1と。で、変数が3つある状況で V の領域を取り得る、範囲を示してくれよということを言っている問題なんですよね。で、改めて V に関して、まあ、書き直しますと。まあ、対称式の形に持っていくために、あるいは、まあ、変数を減らすってことですね。A プラス B プラス C イコール1を活かして。で、今、明らかにこれ B に関する、まあ、A と C に関しては、これどっちがどっちっていうことは言えなくて対称な関係ですよね。で、なので、とりあえず C か A どっちか減らそうということを考えて、まずは C を減らすために、A14 プラス C14 のところ、これを少し変形してやって、A プラス C の全体の2乗引く、で、4分の π かける 2AC かの部分を改めて引いてやると。そういうふうにすると、まあ、こういうふうに変形できますね。まあ、ここのところ AC はそのまま。で、マイナス2分の πAC のところ、平方完成の外に出てくるので、これをまあ、改めて引いてやると。こういう形になりますね。で、A プラス C っていうのは、まあ、この A プラス B プラス C イコール1から変形して1マイナス B にできます。で、まずここで大事なのは、A たす C ってこれ正の値です。で、B、当然、それ変形してやった1マイナス B も正でなくてはいけません。というわけで、まあ、この元の式見てもわかりますけどね、B の取り得る範囲は0より大きくて1未満だということがまず条件として次ます。で、次に、AC の C の部分ですね。これも C キャンセルしてあります。A カッコ1マイナス A マイナス B というふうにして、で、まあ、キャンセルというか代入ですね。まあ、二次関数、A に関する二次関数が出てきますね。FA と置きました。で、前の係数のところが1マイナス2の場合で出てきます。で、まあ、こんな形に V が改めて書くことができました。で、最終的に、これ、まあ、あからさまに B の方が、変数として多くて、まあ、どっちから先にやってもいいはいいんですけども、とりあえず、ここの部分ですね、A に関する関数になっているところ、ここから、これが取り得る範囲、B を固定した場合ですね、B を固定した場合の、これが取り得る範囲から V の幅っていうのをちょっと考えてみようかしら、ということになりまして、そうすると FA っていうのを A 括弧1マイナス A マイナス B と。
で、軸が、これは少し考えれば分かりますが、上に凸で原点を通る。原点と、A イコール1マイナス B を通る二次関数ですよね。で、であれば、軸はその二交点の中点である2分の1マイナス B になります。で、FA のかかっている係数が、今これ、負なんですよね。1マイナス2分の π、2分の π は1.7ですから、大体。そうすると、係数が0になる、マイナスになるということは、FA が最大値を取るときに、ここの部分全体は最小値を取る。で、他のところ定数扱いですから、V 全体も最小値を取る。ということがわかります。で、最大値に関しては真逆ですね。FA が最小値のときに最大値を取る。ということで、まず、不等式でこの V を評価してやると、A を2分の1マイナス B、A に2分の1マイナス B を代入してやったものを書いてみます。4分の π 括弧1マイナス B の事乗プラス1マイナス2分の π、2分の1マイナス B、まあ入れてますね。で、さらに A をまた入れて、で、まあ、こういう形になると。で、じゃあ、最大値の時どうかっていうふうに見ると、これは明らかに端点ですね。A イコール0、または A イコール1マイナス B。どちらを入れてやっても、この値。まあ、明らかに0の方が簡単ですから、4分の π 括弧1マイナス B の括弧2乗かける B というふうになりますね。で、改めて、まあ、こんな形、計算してやると、まあ、4分の π1 マイナス B の2乗かける B も、これはそのままでいいですが、ちょっと、最小値の方が、加減の方が、煩わしいので、改めて整理しますとですね。この、後ろの部分、ここ、括弧1マイナス2分の1マイナス B マイナス B。ここのところは、これは2分の1マイナス B になるんですよね。同じ値になると。で、そういうわけで、1マイナス B の2乗の部分が、両方とも出てきます。で、さらにかける B ですね。で、なので、とりあえずここでくくってしまいます。で、係数のところどこかなと。まず4分の π がありますね、ここに。最初の項で。で、次の項で、マイナス2分の π かける2分の1かける2分の1。まあ、これ2分の1マイナス B ですから。だから2分の1かける4分の1で8分の1ができて。で、さらにここにマイナスついてますから、結局、π がかかっている係数に関しては4分の1引く8分の1で、8分の π になると。まあ、計算してみれば分かります、この辺は。各自、確認されてみてください。で、π がかかってない係数に関しては、1がここにありますね。で、1かける2分の1かける2分の1ということで、まあ、これは4分の1になると。で、まあ、これ係数のとこをくくってやって、あとは、1マイナス b の2乗かける b をしてやればいい。で、先ほど申し上げました通り、まあ、上の上限の方に関しては、そのまま書き写せばいいと。で、今改めて FB っていうものを設定してやると、1マイナス B の2乗かける B に関して。で、この FB が最小の値を取るときに、この V に関する不等式の左側の部分、つまり加減も最小値を取ると。逆に FB が、まあ、ここも FB ですが、V の右側のここの部分に関して、FB が最大値を取るっていうことは、この V の上限を最大値に、上限が最大値になるということを意味していますから、FB に関する、最大値最小値を調べることで、この V の幅がわかるということですね。で、今 FB に関して改めて微分しますと、これは暗算でできると思います。3B 二乗マイナス 4B プラス1で因数分解できて、B が1の時と3分の1の時で、極値を取ると。ただし B の幅っていうのは0より大きくて1未満ですから。まあ、ここの、で、3次関数ですかね。こういう形の、3次係数正ですから。で、極大値は3分の1。で、極小値は1を取りますが、極小値は入らないということですね。で、今入らないので、まあ、最大値に関しては、V の最大値ですね。V の最大値は4分の π かける F3 分の1イコール、まあこれ計算していくとすぐわかりますが、27分の π になると。で、これが最大値を取るってことですね。3分の1の時に。で、その時 B は取れます。ですが、
そもそもここのところ V 不等式になってますから。ということは、ここは上下に関してはイコールは取れないんですね。27分の π 未満という形になります。で、下限に関しては、もうあからさまにこれは、B 入れたら0になりますから。B に0入れたら FB はもう0になります。F0 イコール0になりますから、下限に関してはこれ0になるということで、この範囲が与える答えとして出るという問題ですね。この問題で煩わしいところは、やっぱり、まずこの、括弧1番は問題ないと思うんです。その後に変形していくときに少しずつ変数を減らしていくんですね。で、その時にまた、正の数という制約がありますから、B の範囲が絞られて、という形で徐々に減らしていく。で、さらに、A に関する関数を考えてやった時も、これも自分で、置いて、で、さらに、範囲を考えていくということなんですけども、この辺は経験のあるなしっていうのはやっぱり大きいですよね。まあ、もっとも東大受験生はこの問題経験してないところはあんまりいないのかなと思いますけども、ただ細かいところ、やっぱり不等式と文字が多いので、ちょっとミスしてしまうと、ぐしゃっていってしまう問題ですから、気をつけて少しずつ展開して確実にものにしてほしいなと思います。東大の10年11年度の、10年11年じゃなくて、9年10年ですね。9年10年の理科数学第1問の解説を、差し上げました。クラスオンクラウドの鈴木でした。